丸の内線02系の置き換えが進められます。丸の内線では、1988年に登場した02系と、2019年から導入された2000系が活躍しています。02系は、デビューから35年を迎えることとなります。新型車両の2000系によって置き換えられていますが、未だに残っています。また、2000系のゾ備も計画されており、 これにより02系が置き換えられます。2000系は車端部の窓が東京メトロで初めて丸窓となっています。車内に携帯電話などの充電が可能なコンセントも備わっています。今後置き換えられていく02系は無塗装のアルミ車体に赤い帯が入っています。全部で53編成が増備され、 現在残っている車両は機器更新などが行われました。更新後、客室ドアの上部に大型 LCD などが設置されました。今年7月現在、丸の内線には2000系が43編成、02系が11編成あります。2000系は最終的に52編成が導入される予定です。東京メトロによると残っている02系は、 2023年度中にすべて置き換える計画だということです。これで8月1日の K.A.B. ムービーズを終わります。